関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は征夷大将軍につき江戸に幕府を開いた。信行は弟幸村の除名が許されたことを深く感謝し、上田藩主として家康と幕府に献身的に尽くした。やがて関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府と決裂、大阪城に挙兵した。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため、諸大名と共に軍を率いて大阪城を囲む。大阪城にこもる浪人たちの中には、関ヶ原の敗戦後九度山に蟄居を命じられていた幸村の姿があった。真田の将、大阪の陣。この手で守ってみせる。今も続きます。幸村が豊臣方に。さようか。申し訳ございませぬ。ですが弟の分までこの信行が働いてご覧に入れます。いい手は真田のため、弟のためか。そなたは幹となって咲かせたいのだな、幸村という花を。だが花は散るものだ。わしも徳川という木から花が散るのを幾度見てきたか。さぞやおつらかったことでしょう。花の散るのを惜しむのは人の勝手な解釈に過ぎぬ。花は散り、明くる年にはまた開く。民という花、蝶という花、時を超えて咲き続けることにこそ意味がある。よいな信行、花が散るのを悲しんではならぬ。大阪城の包囲はなった。大攻めを始めよう。この一戦に乱世に幕を下ろす。この真田丸こそ守りの要、いかな敵とて寄せつける。風救援攻撃。今お前ら何を考えているのか私には分かる。親方様が私に覚悟を促した時がついに来る。敵将討ち取ったり。かほど向こうの者がいようとは。将軍なくば徳川幕府は成り立たない。秀忠様を死守せねばならぬ。古い先のさ、お前もこの桜のように。いざ参らん。真田の名、怪我さずに済んでよかった。
さずに済んでよかった。済んでよかった。危ないところを助けた。敵後ろ味方にしろ。真田は侮れないな。大手門に玉作るのは味方のくせよ。ドブユキ様、ここはいない。味方も苦戦しておる。さすがは雪村よ。ならばこちらは大槌にて敵を崩す。準備急げ。立ち退きなさい。このままではまずい。急ぎ大槌拠点を落とし砲撃を食い止めよう。任せて。さあみんな盾に分かれて出撃よ。大槌は徳川軍の切り札。邪魔はさせない。撃ち取ったり。あとは私に。砲撃開始せよ。
する。社長では、リナ
勝、討ち取ったり。怪我さずに済んでよかった。様の元へは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。この雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村！雪村、来い、勝負だ。はぁー！
前が咲かせた花、私が守って